立憲民主党の消費減税公約詐欺だった立憲民主党の枝野さんが国会においておよそ90分もの演説を行いその中で一時的な税率5%への消費減税を主張しておりましたが枝野さんは演説の後に所信表明演説だという趣旨で説明を行い総選挙がスタートしたとまで主張されておられましたけども。 まあこういった枝野さんの主張によって、枝野さんの演説内容が選挙公約であると理解した国民もいたと思われ、16日に放送された BS 富士のプライムニュースの中でも、辻元清美さんが、消費減税は公約にすると主張しておりましたが、朝日新聞によれば、この枝野さん、消費減税は 選挙公約に盛り込まないとしており、福山哲郎さんも実現不可能な可能性が高いのに、選挙公約にはできないと記者会見において言い訳をしたことが確認されました。であれば、なぜですね、あの所信表明演説のような形で、 このよううな消費減税を主張してししてまったんでしょうか、まあ。そもそも経済対策としての減税については減税分の予算を GoTo キャンペーンのような支援策に回せば消費減税よりも数倍の経済効果が見込めますし恒久的な減税ならまだしも一時的な消費減税の場合は 消費の先取りをするだけで。恒久的な経済対策にはならないという問題がございます。まあ、このような。消費減税。減税だけでは。経済対策にも。支援策にも。なりませんので。ぜひとも、立憲民主党には。このような。国民を。 だまそうとするかのような詐欺的な行為を今後二度と行わないようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。